の女は人間ではない。地球の生命体とは全く異質のエイリアンで、非常に危険だ。こうしてる間にも犠牲者がどんどん増えて、今頃は私のそばにあなたが欲しい。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。怖いですよ。この映画の原名はライフフォースと言います。ライフフォースと言いますと生命力なんでしょうね。なんでこの生命力がタイトルでしょうね。はい、この映画は1985年、ついこの間もうパリパリのアメリカの新しい映画なんですね。それがもう今やテレビで放送されるようになりました。しかも私がなんでこんなものがテレビでやれるのかと思うぐらいに、この映画はゾッとする怖い映画なんですよ。あのね、今晩一人でご覧になったらダメですよ。お父さんお母さんご家族揃ってみんな手を握り合ってご覧なさいよ。一人でご覧になったらお手洗いなんか絶対いけませんよ。怖い映画です。まあどんな怖い映画、それはじっとご覧なさい。けれどももう一つ言わねばならんことがあるんです。もしも皆さんの中でどういう方か知りませんけど、女の全裸を見たい人、そんな人はこの映画の中でバッチリ出てきますからね。興奮して鼻血が出ますよ。だからまあいろんな意味でこの映画を気をつけてご覧なさいね。でこの映画の原名はそういうふうな生命力ですけど、日本の題名はスペースヴァンパイアとついてあります。スペースヴァンパイア言いますのは宇宙からの吸血鬼ですね。この吸血鬼けれども、これは降りてきて血を吸うんじゃないんですね。男2人女1人が宇宙から降りてきます。吸血鬼と言いますけど、これは人間の生命力を吸うんです。だからそれに吸われた人間はどうなっていくか、さあそこが怖いんですね。まあ当たり一面血が散って血がいっぱい散って、それが固まって人の顔になっていくあたりが怖いね。けどこの映画ファンの方ならそうかと思われますよ。トビ・フーパーが監督なんですね。トビ・フーパーと言いますとね、あなたね、悪魔の生贄があるんですね。それからまだ資料伝説ですか、そういう怖い映画があって、お化け映画のナンバーワンですね。そうか、トビ・フーパーの監督作品か、怖いぞと思いになるでしょう。それから撮影がまたね、アラン・ヒュームなんですね。アラン・ヒュームは007シリーズ撮ってますね。さあその他まだスター・ウォーズも撮ってますね。だから一流のキャメラマンですね。それからもう一つ音楽がヘンリー・マンシーニ、いいですな。こんな連中が全部集まってます。俳優の名前は黙っておきましょう。お化け映画ですから。さあこの1985年という新しいパリパリのアメリカ映画のお化け映画をじっくり今晩ご覧なさい。後でまた会いましょうね。はい、いかがでしたか。怖かったですね。この脚本家はね、エイリアンの脚本家ですから怖いのはうまいですね。それからこの映画の特殊技術、この人はね、そうアンドロメダもそうですね、スターウォーズもそうですね、まだ他にファイアフォックスですか、それもそうですね。なかなかうまい特殊技術のキャメラマンですけど、この人は一人やない、75人の弟子を連れて研究してトリックを、面白いトリックを作るんですね。さすがですね。それから活動者人と言いますと、昔から映画生まれたての頃からトリックお化け忍術、それで有名になってきたんですね。さあだからフランスの月社会制服員のも映画生まれたての頃、活動写真の最初に出ましたね。さあここでちょっと写真見てください。はい、これは明治29年頃のアメリカの郊外のテント小屋の活動写真館なんですね。こんな活動写真館があったんですね。こんなところでお化けトリックのあのシーン見ると、まあ、気分出るんでしょうね。はい、写真ありがとうございました。というわけで今日の映画は大昔のその活動写真の祖先の匂い、トリックお化けを握って今日の新しいスタイルで見せた写真でしたね。初代ジェームズ・ボンドが華麗に復活。ショーン・コネリー主演007ネバーセイ・ネバーアゲイン。核弾頭を装備した最新ミサイルが巨大組織スペクターにハイジャックされ、殺しのライセンスを引っ提げた007の活躍が始まった。ショーン・コネリー主演
ネバーセイ、ネバーアゲイン。飛べペガサス、愛するアンドロメダのため。次々と降りかかる試練に完全と立ち向かう若き勇者ペルセウス。夢とロマンに満ち溢れた大冒険物語、タイタンの戦い。人類の夢と希望を乗せあの男がやってくる。世界の悪を叩くため伝説のヒーローが今よみがえる。スーパーマン。はい、続々とこのように楽しい作品が出てまいりますよ。それではさよなら、さよなら、さよなら。